はい、どうもこんにちは、カモヘンです。はい、中井くんです。はい、どうも。今回はですね、ジャパン千葉、前乗りです。前乗り、つわものね、今やってるんですけど、つわものを見て明日に備えてね、頑張っていきたいなと思います。イエイイエイ。おはようございます。ジャパン当日の朝でございます。朝って言ってもね、3時半ぐらいなんですけど、昨日ね、会場に見に行ったんですけど、結構本当に僕の YouTube 知ってくれてる人たちが結構いてて、応援してますとか、本当に心の励みになるというか、あ、頑張ろうって一番思えるお言葉をいただいたので、結果として返せるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで行ってまいる。朝になりました。朝に、3時間ほどね、もうアップしたんでバッチリかなと思います。はい、田村ゆのプロと鈴木みくるプロも隣の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 台でね、もうアップらしてらっしゃったんで、同じ空間にいたっていうことで僕も行けるんではないというわけで、会場の方に行ってまいります。ちょっとココアちゃんです。ココアです。はい、ジャパンレディースおめでとうございます。ありがとうございます。ココアちゃんと一緒にね、ブースを回りたいなと思います。はい、9ソウルですね。あ、ココアちゃんの9ソウルですね。はい、中井くんの9ソウルですね。はい、キューソールですね。はい、そこは企業秘密なんで。あ、ここ企業秘密、企業秘密、ね、これやって、これやってほしいです。それなんですか。ダンスなんですか。これやってほしいです。あー、ルーレットインブルか、20トリ、20ダブルでバレル好きな。初投げで、ほら、インナー動いてんね。どこどこインナーじゃない。うわ、4点、たわしです。たわしでした。面白いじゃん、これ。お願いします。はい、お願いします。はい、すごいですね、なんかもうダーツ祭りみたいなブースですね、これね。楽しい。あ、これハウストーナメント見れるんですか、これ。そうです、検索して円満にできます。これやばい。最近サービスを公開しばかりなんで、はい、ぜひ。でもすごいですよね、やっぱり全国ハウストーナメント出たいなっていう人絶対いると思う。はい、ハウストーナメントが探せるアプリ、こちらですね。福山さんです。こんばんはじゃないか。こんにちはですね。実は物のね、司会ね、進行恐れ多いです。いやすごい、もうすごい、今やばいっすね、調子が。って思うじゃないですか。今週の月曜日からマジで調子悪くて腕伸びなくなっちゃって、あ、確かになんかイップス、そう、イップス発動しちゃって。でも加藤翔太郎プロがアドバイスもらって治りました。早い。こっち撮りたい。治りました。治りました。撮りたい。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ロビンが終了しました。もうひどいですね。昨日一緒にね、一緒にダーツ、一緒にプレーして。どうもでーす。どうもでーす。ツイッターもフォローいただいた。即フォロー。早かったですね、あれね。即フォロー。めちゃめちゃ早かった。即フォロー。4勝しました。やば、全勝、シードや、シード。僕も3勝1敗で無事抜けれました。イエーイ。もうね、スタッツはマジで見ないでください今回。僕スタッツはもうやばいです今回。まあ本番はこっからなんで。間違いないですね。1回戦シードの人が来るんでね、絶対強いんですけど、頑張ります。頑張ります。入れ替えていきます。続いて、よし、頑張るって。頑張りましょう。僕も頑張ります。お前スタッツ何倍やった。10ぐらいですマジ見ないでください、今日は本当に。さあ、3レグ目頑張りました。これからだね。はい、そうです。3レグ目頑張った。3レグ目いいね。意味ないっていう。あ、意味はないことだ。スタッツ全く反映されない3レグ目頑張りました。じゃあ、お疲れっす。はい、はい、今日ね、勝てばスーパーダンスね、かかってるから。おめでとうございます。やったねー。前回ね、僕ボロボロにやられたんで加藤プロですね。さっき僕がちょっと困ってる時にいろいろ教えてもらったらすごい良くなったんですよ。ああ、ありがとうございます。まあ、とはいえ、次も返り討ちするんでよろしくお願いします。てか、髪色が、そういえば、あ、まあ、なんか髪色がね、ちょっと待って川上さん、川上さん、こんでこっち写してこっち誰って思ってるよ。いやいや、はなちゃんさん。何してん。もうロビン2回も当たってますから。この間勝ちました。あ、負けた。負けたね。ヤシの坂の8やで。クラウドブラスやもん。アンゴステンでしょ。アンゴステンじゃない。ブラスは重さあかんじゃん、規定で。見てる、重さで。怒られるんちゃう。これ、やめて、見らんもんじゃん。
美味しいけどね。取れてない取れてない絶対。違うね違うね、これさ思ったのと違う。あ、今日マナカメラですね。よし、じゃあ行こう。ちょっとやばいやばい、取れちゃおる。で、あやと申します。かわいい。ナナさんカメラです。ナナじゃないです、マナです。あ、ごめんなさい。全身したの。あ、全身。あ、いいですね。え、あ、でもおじさんみたいだった。あ、やめとこ。マナやばい、これやばい、これやばい、仲悪い。やべやべ。船仮説、船仮説。今度あの船仮説っていうあの T シャツ作って、あの一緒になったらトーナメント出ますね。やめましょう、それ。それだ、やめましょう。船から、本当に船から。ふりあい。のりともさんです。どっちどっち、どっち向けばいいの。多分面白いことは絶対言えないです。一発芸お願いします。せーの。このへんくんはバレルナに使ってるんですか。ダイナスティです。あら。あ、お金かかるプロがいました。どうも、こんにちは。マヨンヌ YouTuber 始めました。よかったら皆さんチャンネル登録してください。いやいや、概要欄にマヨンヌのチャンネルも載せてあるので、よろしくお願いします。イエーイ。誰かおるかな。あ、かすみちゃん。かすみちゃん。はい。買ってますか。あ、この辺だ。YouTube で見てる人だ。そう。買ってますか。今入れ替え前です。あ、え、次入れ替えですか。そうそう、引いた、ペロリンチョした。じゃあちょっと申し訳ないんですけど、その前にちょっと一本だけポテト食べてます。え、ポテト食べるの、はい、どういうシチュエーションで食べればいいですか。ピンコ。じゃあ彼氏から。違う違う、彼氏からそういうの欲しいです。私が彼氏からポテトもらうシチュエーションね。いいですか。待って、モザイク入らん。全然可愛くない、もっと一番頑張って名古屋、名古屋、名古屋大会で初の入れ替え戦を進出した田中千尋プロです。せーの、おやきょーん。じゃあほんまにやばい、おやきょーん。いいから早く食べて。はい、早う。あー、早く食べて。映ってる。映ってます。はい、一言。大阪大会では鈴木みくる倒します。はい、川上真奈とも入れ替えで戦います。私入れ替えまだいてるという限り。頑張ろう、よろしくお願いします。まさかの今日は地元開催なんですけど、入れ替え戦からなんです。で、去年入れ替え戦みくるさんに引かれたんで、よし頑張ろうと思ったらしっかりちゃんと負けたんです。ちゃんと今年も入れ替え戦みくるさんでした。頑張ってね。現場からは以上です。うまいことできてるな人間でな、うまいことできてるな人間でな。あ、やばいやばい、おもろいの来た、おもろいの来た。おもろい人パート2。はいはい、自己紹介して。あ、オッケーオッケー。あ、かわいい。はい、自己紹介。タムレギノです。はい、普段どこで働いてるんですか。マナカップです。どこですか、それ何県。奈良県の下三条町28。あ、すいません、田村さん、さよなら。あ、来た。あ、マナさん、ほんとにマナさん。はい、マナおった。いや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 、赤身マナだ。めちゃくちゃ評判が良くて、地元でもどうした、大阪行ってたんですかって言われました。評判が良かった。笑った、ありがとうございます。ぜひ、僕は来年大阪行きます。わー、マックス、マックス行きます。マジっすか。カマヘンと一緒に大阪行きます。ぜひぜひ、ほんまやん。
ね、撮影してもらった。カマヘンチャンネルね。カマヘンチャンネルね。ワールド、あ、じゃあ、ハロウィンパーティー。最近俺もやってたから。あ、次はね。ドキドキ。最近うまいカマヘンね。来年マックスでハロウィンパーティー。皆さん待ってまーす。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あの、まなちゃん、あの、最後にエンディング、エンディング、はい、ご視聴ありがとうございました。来年もコスプレするぞ。おい、おー、おー、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、以上、かまへんでした。まなへんでした。まなへんでした。バイバイ。バイバイ。ゆうひもときと申します。はい、みんなからは、みんなからもとかモッティと呼ばれてます。モッティです。はい、モッティです。モッティだよ。入れ替え おめでとうございます。 ありがとうございます。16ですか、8、ベスト16です。16、8で負けましたんで16です。ジャパンの公式のね、 SNS にも載ってましたね。みたいですね。もう引用リツイートしてたの。じゃあ来週は北海道はもう出るしかなくなった。出るしかなくなった。出るしかなくなった。今もう急いで飛行機とホテル大丈夫なんかなっていうのが。そっか、出ないと賞金も何もないのか。そうそうそう、1200点出したことなくても入れ替えはいけるっていうことは証明できました。あ、そうですね。あ、皆さん1200点出さんでも入れ替えは残るみたいな。ありがとうございました。YouTube の人、あ、そうです、知らなかった。やっぱ、魚釣らへん人。違うか。今日試合でめっちゃ緊張してるんですけど、はい、入れ替え残りましたね。ラッキーもあって残れたんで、いや、もうここから思いっきりいけますね。いや、でも本当に頑張りたいですね。はい、ありがとうございます。